決めたものか。うわ、土がなんかペタペタしとるぞ。小声の減りが著しいな。やはり灰混じりの雨が降ったせいか。ここまで荒れてしまうでは土を入れ替えねばならんかな。土を入れ替えて良くなるものなのですか。いや、今よりはマシになるかもしれんが、土は育てるものなんだ。噴火の前に戻れるわけではない。入れ替えたら一からやり直しじゃ。ならばまずはこの土から灰だけを除くことを考えてみましょう。灰だけを、そのようなことができる。今こうして土がベタついているということは、灰が雨、つまり水に溶けていたということですわ。水を目いっぱい入れて田を起こせば、重い土は沈み、灰は水とともに流し出せるかもしれません。お主、あったまえの。快点啊，新怀。よし、ではでかい石をどかし、先搬开大石头，土を起こしてやろう。灌进满满的水在松土。让我去其他地方，他强迫我先弄这个。深水状态是よく耕して土を柔らかくするぞ。Thank you.
わり終わり。うむ、よく耕せたと思うぞ。但没有到九十六趴。いかがですか？おお、かなり良くなったぞ。完全に戻ったわけではないが。もう一手欲しいところですわね。はい、といえば、そもそもヤマトは火山の王妃。今の我々にとっては何の変哲もない山でも、昔は火を吹いたとか伝えられることは珍しくありません。いずれの地もその灰を受けてきたのだとすれば、何故に作物が育ちやすいところ、そうでないところに分かれるのでしょうか。わしが知るわけがなかろうわ。確かに、一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのであれば、二つ世のどちらでも全ての作物が育たないはずですね。そうでないわけは、仮に、いえ、しかし、つまり、心はここでいつまでも立ち尽くしていても線がないのではないか。あ、すみません、私考え始めるといつも。うん、嬉しいぞ、わしらのためにそこまでしてくれて。まことにありがたきことでござりまするな。ふふふ、ふふふふふ。それでは、私は一度都に戻ることにいたします。古書蔵を頼れば何か見えるものもあるでしょう。そうか、わかった。